直球ラブコメにやられた。2024秋アニメクールに突入ということで、青の箱1話を見てみました。主人公は、バドミントン部に所属する高校1年男子の猪俣大輝。彼は毎朝同じ体育館で朝練をしている。1年先輩の女子バスケ部の彼の千夏に片思いをしています。部活も違う上に、自分は冴えない普通の学生。一方の千夏はバスケ部次期エースと目され、雑誌の取材を受けるほどの優秀なバスケ部員。明らかに釣り合いが取れない。それでも大輝は千夏を思い続けていました。今回の1話では千夏の両親の海外赴任が決定し、大輝は大慌てで千夏にバスケを続けるよう説得するというお話でしたが、千夏は知り合いの家でお世話になることが決まっていたため、大輝の空騒ぎということでお話がまとまるというわけではなく、翌日大輝が目を覚ますと、なぜか千夏が自分の家にいたのです。そう、実はそのお世話になる知り合いの家とは他でもない主人公大輝の家だったのです。実は大輝の母はバスケ部 OG であり、千夏の母親の元チームメイト、同年代の異性が住んでるというのに来訪当日に知らせるなんてありえねえだろとは思いましたが、ラブコメとしては超ベッタベタな導入で第1話は幕を閉じたのです。めちゃくちゃ面白かったですね。視聴前はスポコン的なアニメだとばかり思っていたのですが、蓋を開けてみるとそこで描かれていたのは、スポーツと恋愛に思い悩み打ち込む少年少女たちの心の機微が丁寧に描かれた空間でした。青の箱というタイトル自体が青春が詰まった箱、つまり学校を指しているんだと見終えてから気づきました。まだまだ多くのキャラが控えているようですので、一体どのような群像劇がこの箱の中で繰り広げられるのか、とても楽しみです。また本作は臨場感のあるカメラワークがとても特徴的で、特に千夏が映り込んだ時のキラキラ感が、明らかに他のシーンと違っていて、恋をしている大輝の心情が反映されているのではと思いました。非常にクオリティが高いです。今期の派遣候補として毎週追っていきたいと思います。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。